これ同期だけじゃなく先輩にもよく笑ってるという。私も未だになんで笑われたかも多分本人も分かってないんじゃないかっていう感じなんですけど、なんかライブ前に納豆ご飯食べてるだけで笑われたんですよ。あのジュケさんがいて、まつりさんがいて、私がいたんですけど、ずっと、ま、ジュケさんに対して臭いよ、臭いよね、ずっとごめんね、臭いよねとか言ってて、それがだからね、なるほどね、そういうことめっちゃ伸びる、この納豆めっちゃ伸びるよとか言ってた、喋ってた。話だいぶ違いますね。確かに、すいません。それが面白かったって。忘れてました。レイナもちょっと笑われてる。目が合うと普通にニコってしたりするじゃないですか。なんかなのにあの目が合うだけでなんか結構声に出して笑うんですよ。それは失礼だよ。レイナに対して。目が合うのは多分私が見てたからじゃないですか。私がまあそれを見てた理由はあんでしょかな、うんでしょかな、うん、あでもこれこうでしな、ずっと一人で喋ってた。なるほど。なのにパチッと目が合って、面白いと思って誰に喋ってるんですかって聞いたことがあるんですけど、誰にも喋ってないよ。笑うよね。確かにね。それ笑うね。意外と向井がじゃあ全部確かに正しい。変な。